トレジャーガーデンのミュージックギルド。トレジャーガーデンのトレポンこと中村雄一と森敦史です。よろしくお願いいたします。本日はですね、いつもなら鳥小屋アズーリ FM さんのスタジオに伺って、はい、生放送させていただいてもらっているんですけどもね、今回はちょっとコロナウイルスがかなり蔓延しているようでですね、仕事柄ちょっとね、そういうちょっと感染リスクを少しでも避けたいなっていう部分がありまして、そうですね、今回はこういう形を取らせていただいてもらっております、ただその分ね、今回はちょっといつもと趣向を変えて、トレジャーガーデンのオリジナル曲をですね、ずずずずいっとこう皆さんにね、
聞いていただけたらいいんじゃないかなと思って、はい、この動画を作っております。はい、ということで、まず1曲目からもうとっとと行っちゃいましょうかね。ですか、番組コールしなくていいですか。番組のタイトル、じゃあ行きましょうか。はい、トレジャーガーデンのミュージックギルド始まります。今頃ということでね、すいません、今日トレポン、私マスクしているんですけどもね、これ感染対策のことまた関係ないんですね痩せてみるから。はい、ここの肉は気になりませんのでね。はい、そういう形でお送りしていこうと思ってるんですが、はい、じゃあまずオリジナル1曲目から聴いていただきましょうね。はい、ワイルドワイルドという楽曲を聴いていただきたいんですが、一番新しいね。そうですね、一番新しい楽曲になります。はい、この楽曲は、神奈川県松田町にあるスプラポさんというところで開業されたワイルドバーガーさん、はい、こちらのテーマソングとなっております。ワイルドバーガーさんって皆さんハンバーガー屋さんなんですけども、どんなハンバーガーなのか、気になる部分ではあるんじゃないかなと思うんですけどもね、ドン、はい、出たこういうハンバーガー、はい、食べれるね、お店なんですけども、はい、まあ、このテーマソングをね作らせていただきまして、作詞は、私トレポンとスタッフの草柳さん、はい、で作曲は、はい、私がやりました。はい、織谷敦さんが書いてくれました。はい、本当にね、どんな曲？そうですね、自分たちの曲には本当に今までないぐらいのアップテンポの曲で、で曲調もその自分が作曲したんですけど、草柳さんが元自衛隊だったとかということで、で結構ねトレーニングもされてるその方なんですよ。なのでその元気が出る感じとか、前向きな感じとか、その強い感じをねちょっと曲にしたいなと思って、で曲調もこう少しこう更新できるようなマーチングっぽい要素を少し入れたりとか、ちょっとロックっぽい感じにもなってたりとか。そうですね、してます。まあ究極のね、我々の今までにはなかった、応援前向きソングでございますよ、もう、なので皆さんにねこの楽曲を聴きながら、はい、ワイルドバーガーさんのハンバーガーを食べて、はい、元気になっていただきたいと、うん、そういう魂胆でございます。はい、それでは作曲早速ね聴いていただきましょうかね。間違った失礼しました、はい、ということで、トレジャーガーデンで1曲目ワイルドワイルドです。どうぞ。しかない下を向いている暇はない、悩むな動け、テクタク刻んでバウンスバウンス踏み込め、ワンステップまっすぐダンスステップ maybe go ahead 未来へファイヤー、心にパワフル奇跡を carry to the future、勇気と夢なら会話を追いつかない、 ワイルドバーガーは Do it, do it now, come on and let's start this story, we can be heroes, 燃やす勇気誇りを胸に、一つだけでも強くなれば道を広げる、ラッラッテナラッシュジャンジャン飛び込めハッピー鼓動を Don't stop feeling big chance 奇跡を Wide and top 掴んで myself 心に Going to the future 立ち上がって走り出せ、神風つかみ羽ばたけ、ワイルドバーガー Do it, do it now、Come on and let's start this story.
ワイルド聞いていただきました。はい、皆さんどうだったでしょうかね。ぜひぜひね、 YouTube の方にもね、はい、載ってますし、我々の YouTube でも新しく PV もね、これ作っていきたいなと思ってますので、はい、今後期待でよろしくお願いいたします。でね、早速もう2曲目3曲目って形で話は進めていきたいと思うんですけども、うん、我々こちらこれね、シングルができましたよ。はい、6月の10日に発売いたしました、トレジャーガーデンの金魚、はい、そして月夜桜、うん、こちらを聴いていただきたいなと思うわけですよ。はい、でこのね、まあ、前々から何回も言ってますけど、このジャケットの絵を描いてくれたのが伊藤晴美さんという方でね、はい、指絵の、ね、方で本当に素敵な金魚の絵を指でこう描いていただく絵なんですけど、描いていただきました。そして、この下の方にね、うん、あるトレジャーガーデン金魚月夜桜というタイトルを描いてくださったのが、うん、群馬県のね、はい、在住の、書道家さんの高橋由美子さん、はい、描いていただきました。うん、どう、みんないいでしょう。ねえ、ぜひ買っていただきたいなと思うんですけども、はい、じゃあまずこの CD どこでどうしたら買えるかってオリアスさん、ちょっと皆さんに説明をお願いします。はい、そうですね、この CD は、トレジャーガーデンショップというですね、自分たちのオフィシャルショップがございますので、そちらで買うこともできますし、はい、あと、自分たちの SNS とか LINE だったりとか、こういった感じのメッセージでね、1枚くださいって言っていただければお送りしますし、はい、はい、そんな感じで買えます。はい、1枚1100円ってことになりますね。で送料はちょっとプラス200円いただきますけども、はい、ぜひ皆さん手に取っていただきたいなと思っております。ね、例えばサイン書いてほしいなって方はサインくださいって言ってもらってサイン書きますし、そうですね、これでもかというぐらい書いて差し上げたいと思いますので、はい、で、じゃあもう早速楽曲の話にしていきたいなというふうに思うんですけども、まずこの金魚っていうのはね、まあ私トレポンが金魚愛好家なわけですよ。はい、こちらは熱帯魚とエビの愛好家でございますけどもね、まあその自分が飼ってる金魚っていうことに対しての愛情だったりだとかね、その愛情が人間同士のね、思いやる気持ちにつながればいいなと思って、はい、私トレポンが作詞作曲をいたしました。はい、で、ニコにはね、鈴木ひろみさんという方にね、ツーストリングスの方に、入れていただいてね、もうものすごい素晴らしい演奏をしていただいたんですけど、淳さん、この歌ってどうですか、難しいんですか。まあどうでしょう、難しいといえば難しいし、結構裏声をね、いっぱい使っている、高いキーの歌なんですけど、逆にその裏声で歌うことによってちょっと曲の清涼感みたいなのがすごい増したとか、ふわふわした聴き心地になってね、すごいリラックスできる感じの歌になったなと思います。眠れるかもしれませんね。そう眠れるっていう方多いですよこれで。ああ、そうですね、なので車の運転では皆さん聴かないでくださいねはい、そして2曲目の月夜桜という曲なんですが、はい、まあ、これも私、トレポンがですね、作詞作曲をさせていただいたんですけど、はい、まあ、楽曲の内容がですね、昼ドラなんですよドロドロした、そうね、
まあ私が大好きなね、詩人さんで与謝野晶子さんという方がいらっしゃるんですけど、その与謝野晶子さんが書かれた乱れ髪というね、中から少しずつワードをいただいて書いて紡いでいった曲なんですけども、これもまた、ピアノにプラスしてね、ドランディクさんという方にね、お琴と尺八を入れていただいて、素晴らしい楽曲になりました、ね、もともとピアノ一本で、作っていた曲なんですけど、そこにやっぱりこう和楽器を、後から入れたんですが、もう入れて大正解ですよ ね、いい化学反応をね、すごくいい雰囲気になりましたね、起こしてくださいました、じゃあそのね金魚と月夜桜を続けて皆さんに お届けしたいと思います、それではどうぞ。
ぼしみる花化粧道を買う人の群れ今宵会う人美しき仰せを重ねあなたをこの夜は春の風が光る儚くも綺麗にひらひらと舞い踊るあの日だと結ばれる七色の糸を薬指に祈る花吹雪儚くも綺麗にひらひらと舞い踊るあの日だと結ばれる七色の糸を薬指に祈る桜舞う花吹雪月の光ということでトレジャーガーデンの金魚と月夜桜を聴いていただきました、はい、皆さんいかがだったでしょうか寝てませんかはいでこの次はですね、いつも我々を応援してくださってる、企業様のね、CM をご覧いただきたいと思います、はい、それではどうぞ空
まずアッシュ電工さん、何屋さんですか？電気屋さんです。電気屋さん、はい。でもただの電気屋さんじゃないんですよね。そうなんですよ、はい、電気って暮らしに欠かせないので、はい、電気の図面の打ち合わせから自分がお客様とできるような会社で、お客様から家の工事すべてを自分が受けて一括で総合建築でやっちゃおうっていう会社です。リフォームからその新築まで、はい、家に関して相談したいなってことあったら、はい、気軽に相談しちゃって大丈夫、はい、そうですね、ってなんですか、はい、もう家だけではなくて、例えば店舗を持ってるお店のオーナーさんとかだったり、うんうんうん、マンションとかアパートとかのオーナーさんとかで設備を変えて新しい若い方を入れたいなとか電話いただければ、あの対応は可能なんで。で、うちはなんとですね、はい、下見から見積もりまでは無料です。すごい、はい、そうなんです。出張費とかそういうめんどくさい金額はかからないと、はい、ありません。よろずや的な感じで、はい、とにかくなかったらとりあえず足でこびますよ、なんとかしてくれるよね、っていう立場になりたいんですよ。家電気屋さんが貢献してくれたから、こんな便利な暮らしできてるよって、地下のお客様の声が聞けるので、もうやってよかったなって思えるんですけど、地域のお助けマン、アッシュ電工さんですよ。はい、無料ですよ。はい、無料です。無料ですよ。相談見積もり無料です。はい、ぜひお気軽にお電話してみてください。はい、はい、ということで、皆様にね、我々を応援してくださってる企業様の CM をご覧いただきました。いつもありがとうございます。本当にありがとうございます。でね、じゃあこの次、はい、また早速どんどんとね曲を聴いていただきたいなと思うんですけども、うん、次の楽曲は桜駅を聴いていただきたいと思います。で、この桜駅は、日本作詞家協会理事の白岡玲先生、うん、あとは我々の、星蓮華という楽曲をね、はい、書いてくださった五代高蘭先生、うん、で、そういうね大先生方に書いていただいた楽曲なんですけども、はい、どんな曲ですか？どんな曲、うん、まあこの作詞作曲が本当にもう、あのいろんな曲をねたくさん書かれているプロの先生方なので、うんうん、まあ、自分たちの今までの曲とまたちょっと雰囲気の変わった大人っぽい、大人の大人っぽい大人っぽいこう恋愛の歌というか、そうですね、そうですね、まあ、なのでね、この楽曲 YouTube にも上げさせていただいて、うん、今現在4000回数の再生回数を、ありがとうございますね、もっと上がってほしいね。皆さんたくさん再生してください。はい、ということで、なんかね、やっぱ PV もすごい凝ったね。うん、そうですね、まあ、織厚さんが PV を全て編集してくれたんですけども、うん、どうですか？どうですか、うん、まあこの曲、その桜駅っていう駅がコンセプトになっているので、うん、まあ、自分たちもその何かこう電車に関わるような、うんうん、ロケ地がいいかなと思って、まあ探したんですけど、うんうん、で長野県の、八木沢駅っていう、無人駅をロケ地にしました。生き物係さんのね、曲の PV でも使われている駅なんですけど、うんうん、こちらの駅
で撮影してます、はい。まあ、本当にこうノスタルジック、うん、昭和のノスタルジーみたいなのもね、うん、織り交ざって、うん、すごく素敵な楽曲になったんじゃないかなと思いますし、うん、なんかこの楽曲ね、うん、50歳オーバーの方々からすごい人気あるのよ、うん、あーそっかそっかなんか懐かしいだとか昔思い出したとかね。そうね、確かそういう雰囲気ありますよね。うん、まあ、そういうね雰囲気を醸し出している楽曲になりますので、うん、これはね、若い方でもね、うん、聴いていただきたいなというふうに思います、うん、はい。それではトレジャーガーデンです。桜駅です。どうぞ。じゃないけど寂しさに合う大人になっていた私もいつかあなたと暮らした青春時代一人訪ねて降り立つ街よ私鉄沿線桜駅路地のアパート愛の月あたり懐かしすぎて溢れる涙にハラハラとただハラハラと止めどなく舞い散る桜思い出の並木道あなたは今どこに息軽タバコに心もむせてガラスのプライドにあなたはすがる別れの潮時卒業待ちか照れた瞳が心に残る私鉄沿線桜駅地下のたまり場夢の月あたり愛しいままで終わらぬ季節をハラハラとただハラハラと柔らかに彩る桜面影と春を行くあなたに会いたくて懐かしすぎて溢れる涙にハラハラとただハラハラと止めどなく舞い散る桜思い出の並木道あなたは今どこに
ということで、トレジャーガーデンで桜駅を聞いていただきました、うん、皆さんいかがだったでしょうか、ね、織谷敦さんのノスタルジックな歌声がさえ渡っておりますけどもね。ピアノもすごい綺麗ですよ ね、 本当に、うんはい、ということでね、次はもう最後の曲ってとこになってくるんですけども、うん、まあその前にちょっとラジオらしいトークをね皆様に見ていただこうじゃないかということで、はい、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、うん、織谷敦さん最近どうなんですか、何してます？最近はまあ相変わらず歌を撮ったり、うん、編集なんだ、動画の編集とか、うんうん、あとね、うん、あのこの間あの先月カメを飼いたいっていう話をしたけど、うん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 、でもカメって40年も生きるから、はい、すごい飼うのを躊躇してますみたいなことをお話しして、うんうん、じゃ あの今フィギュアが出てるからフィギュアにしようと思って言ってたんですけど、うん、そのフィギュアを本当に買ってしまいましたけど、すごいリアルなのこれ。あ、本当だ。ね。ね。本当にこれポンと置いとくとカメが本当にいるみたいなね。これ何ガメ？ギリシャリクガメだったと思う確か。ああそうなの、ね、顔リアルじゃね。そう、これ首もこうやってね引っ込むし、あとね口も開くんです。口もねこうやって、うん、うわすげえバカじゃあその最近カメをめでているわけですね、織谷敦さん。でもこういうのがあればあるほど本物が欲しいなって思っちゃいます、うん、そりゃそうだね。だからね、いずれ買うかもしれないいずれそうですか。いやわかんないけど、うん、でも買いたいなと思ってます。かなりでも巨大化するんだよねカメってね。まあでも種類によるみたいですよ。あ、そうなの。うん、やっぱ最初はみんなこんぐらいなのかもしれないけど、うん、30センチぐらいになる子もいれば、うん、本当1メーターとか1メーター何十センチとかっていう子もいるし。ほんと、うん、なんか小さめのカメ買いたいなねえ、だから、はい、動画とフィギュアで我慢してますはい、トルポンはですね最近金魚、はい、やっぱりねめでているわけなんですけどもね、うん、最近ピンポンパールっていうさ、うんうんうん、種類の子がうちにねひょんなことから来まして、はい、そのピンポンパールをめでているんですが、うん、こんな感じの子まんまる珍しい形だよね。そうだね、最初病気かななんて思っちゃったりしたこともあったんだけどさ、そういう金魚を飼ってね、うん、あのめでているトレポンでございます、はい、ということでトレジャーガーデンは相変わらずね、うん、お魚生き物、はい、そういうものに熱中しているような、うん、感じの生活を送っておりますはい、と、はい、いうことでさ、はい、あの最近のトレジャーガーデンの中の話でね、うん、淳さんが先ほどね、編集をやってらっしゃるっていうふうに言ったんですけども、うんうんうん、トレジャーガーデン YouTube 頑張っております。そうね。でまああのあれだよね、大体編集はね全て織谷さんやってるんですよ。そうですね。金魚の動画は自分なんですけどもこの動画もほとんど多分ゆういちさんがやってる。うん、これは自分がまたやらせていただいているんですけども、うん、まあ、その予定なんですけどもね、うん、まあそういう形でトレジャーガーデン YouTube めちゃめちゃ今頑張っておりますので、うん、チャンネル登録まだの方よろしかったらトレジャーガーデンチャンネル登録お願いしたいと思います。1000人目標としております、はい、で最近はね、先週の土曜日ね、うん、あの私トレポンが歌った動画で桑田佳祐さんの月に挑戦してみたんですけども、うん、皆さんご覧いただいたでしょうか。これ森敦さん編集していただきましたけども、撮影もやってますね。あ、そうだね、撮影編集でございますね、はい、まああのとある近くの高速道路の上に行って、うん、歌ってきたって動画なんですけども、そうよかったら皆さん見てやってください、うん、よろしくお願いいたします。で森敦さんもねまたこの後動画が毎週土曜日だったかな、はい、我々はあの毎週土曜日21時に、うんうん、曲の音楽の動画をアップしております、うん、そうですね。 あとはさ、もう新コーナーも始まってるじゃない、 YouTube で。そうなんです、はい、タイトルを宣伝してください、はい、月刊織敦ということで、はい、ふざけておりませんよ、もう至って真面目にやっておりますまあ言い出しっぺ、まあ、こちらなんですよ実は名付け親がね
もう私なんですけど、そう、あの毎月金魚通信っていうね、これも月1企画が、うん、あるんですけど、はい、あの、まあ、金魚ってもう雄一さんがメインの企画なので、うんうん、まあ、自分もなんか一個企画作ろうかっていうところで、はい、月刊堀淳と。もう完全にこれはもう自分が、うん、忖度なしで好きな自由なことをやりたいなって企画です。まあもともと自由人の堀淳さんですからね。はい、よかったら皆さんもね、その月刊堀淳、うん、楽しみに見ていただけたらいいなと思いますので、うん、よろしくお願いしたい、お願いします。はい、ということでね、そろそろ時間が差し迫ってまいりました、うん、来月の放送は8月の23日火曜日22時からとなっております、はい、こちらの方はね、スタジオに行けたらいいなっていうふうにね、うん、思っているんですけども、コロナ収まっててくれね、コロナ少し収まっててほしい ね、 そ, うね、うん、それを望むばっかりなんですけども、はい、まあそれ来月もね放送いたしますので、うん、よかったら皆さん遊びに来てください、はい、で、本日最後を締めくくる楽曲は、うん、月恋歌です。で、月恋歌はね、もうトレジャーガーデンの楽曲の中では一番ね、うん、人気がある楽曲になっているのかな、ね、うん、再生回数とかね、いろんなところ数字的にもかなり出ているんですけども、まあこの月恋歌って曲はね、我々を知ってくださっている皆様はもうね、ご存知の楽曲に、ね、そうですね、なっているんじゃないかなと思うんですけども、うん、まあ、作詞作曲は私なんですけども、うん、堀淳さんからするとこの月恋歌ってどういう曲ですか？皆さんにちょっとご紹介のほど。そうですね、うん、やっぱりトレジャーガーデンといえば月恋歌っていう方が多いんじゃないかなと思います。やっぱこう一番最初に作ったオリジナル曲だし、うんうんうん、一番歌い継いでる曲だし、うん、やっぱ海を越えてブラジルでもこの曲をね、うん、歌ってみたいと言って練習してくださった方がいたりとか、そうでしたね、そうするぐらい、うん、まあ、自分たちにとっても特別な曲だし、そうですね、結構これで涙が出ちゃいましたみたいな方は、うん、何人もいらっしゃいました。あれだよね、この自分のピアノの前奏から入るわけじゃない、うん、それで自分のピアノの音が始まったらもうそこで号泣してくれるとかね、うん、そういう方とかもいらっしゃったりしても、うん、ありがとうございます、本当に。まあまあ我々にとってもね、すごく大切な曲になっておりますので、はい、じゃあその月恋歌をね、うん、皆さんに聴いていただいて、はい、今月のお別れとさせていただきたいと思います、はい、それでは、聞いていただきましょう。トレジャーガーデンで月恋歌です。また来月ね。
そはつきたくない、まだここにあるのだから、忘れようと君はすれちと思いは万華鏡、月を眺めあの人を思う、雪の舞い散る季節に凛と光る月、なぜか泣いてるように見えてため息今宵月